先のベータ襲撃により、我が横浜基地は致命的とも言える大損害を被ってしまった。奮戦むなしく、多くの命と貴重な装備が失われ、まさに生も根も尽き果てんばかりであった。だが、見渡してみるがいい。この死せる大地にあってもなお、たくましく花咲かせし正門の桜のごとく、蘇りつつある我らがヨルベを、傍らに立つ戦友を見るがいい。この気色に際してなお、その眼に激しく燃え立つ気焔を、我らを突き動かす者は何か。満身創痍の我らが何故再び立つのか。それは全身全霊を捧げ絶望に立ち向かうことこそが聖ある者に課せられた責務であり、人類の勝利に準じた共柄への礼儀であると心得ているからに他ならない。大地に眠る者たちの声を聞け、海に果てた者たちの声を聞け、空に散った者たちの声を聞け、彼らの悲願に報いる時が来た。そして今、若者たちが旅立つ。奇跡に行った友柄と我らの悲願を一身に背負い、孤立無援の敵地に赴こうとしているのだ。歴史が彼らに脚光を浴びせることがなくとも、我らは刻みつける。名を明かすことすら許されぬ彼らの高潔を我らの魂に刻みつけるのだ。旅立つ若者たちを、諸君に戦う術しか教えられなかった我らを許すな。諸君を戦場に送り出す我らの無能を許すな。願わくば諸君の挺身が若者を戦場に送ることなき世の礎と並ぶ。見てごらんなさい。あんたの子供たちも行くわ。